はい、皆さんどうも MT です。どうもよろしくお願いします。あ、どうもありがとうございます。ね、えー、ホワイトボードマーカーいただきました。というわけで、ホワイトボードマーカーいただきました。これがやりたかっただけなんですが、えっと、お国りぬ様、まあ、本名言えないのであれなんですけれども、えー、 <laughs> えっと、メッセージの方、えっと、ギフトをお楽しみくださいというわけでですね。非常にありがとうございます。ま、こんな、えっと、どこのだっけどこのだっけとか別にどうでもいいのかなえっと、例名のあのホワイトボード、ま、たくさん、ま、マーカーですね。たくさんいただきました。これでま、当分またあの、苦労せずやっていけるという感じですね。あと、ついでにま、こういうのも送っていただけると、と、これはなんか、時に時に消えにくい時あるんですけど、ま、いろいろあの、 くださるとありがたいことがたくさんあります。というわけでですね。ま、あの、収益化できればいいなというような本音をちょっと話して今思いついたような話しますけど、まあ、なかなかね、あの、時間を見つけて動画を作るのってやっぱ大変で、で、まあ、クソ貧乏ですから、もうそんなことやってる場合でもないんですけれども、まあ、一つ僕が、まあ、そのうち雑談とかで話せたらいいかなと思ってることもあって、 ま、例えばどういう話かっていうと、なんで僕があの、こういう動画を撮っているかというと、こととかね、ま、そういうことを話せたらいいなと思ってるんですけど、ま、それにしてもですね、ま、時間を見つけるのが大変だし、ま、それ、あの、余計な出費なんですよね。これ、やっぱりどうしてもね、あの、くそ、あの、2回目ですけど、くそ貧乏で、そのマーカーも買えない、ま、こういうホワイトボードみたいなのを、あの、ちょっと1個買ったのも結構出費だったわけですけれども、ま、いや大変だ。初期投資だからしょうがないと思って買ったわけですけれどね、それにしてもま、いろいろこういうものとかですね、あと紙とかペンとか、なんか時間も大変だし、動画作るのも、 なんか編集も大変だしでもうバイバイゲームで大変だって感じなんですね、まあ、そんな中こういうシーンいただくと本当にありがたいのでもう皆さんあのよろしくお願いしますで収益化できればいいですしけどまあ僕のまあ現状そんなに YouTube でその生活していけるなんて全然そんな高望みは思ってませんからあれなんですけどまあ少しでもそういうものがまあ僕の,そのこういう動画作りにのためになればまあ収益化したら 嬉しいでそれでいろんな、ね、設備とか変えたらいいなと,も,っとちょもうちょっと大きいホワイトボード変えたらいいなとかそういうふうには思っているんですけれども、まあ、皆さんどうも応援してくださいというわけで今回はホワ、えっと、イトボードマーカー <laughs> ありがとうございます本当に感謝します使っていきますねというわけで、まあ、いろいろあのリクエストとかコメント等あったらぜひとも残しておいてくださいという感じですねではさようなら。